はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。11時43分ぐらいですか。全場引けてますね。469円安で引けてますね、日経平均。ドル円はですね、157.59 ですか。はい。で、ドルウォンがですね、1389.10 と、ちょっと押し返されて、ウォン安の方に押し返されてる感じがします。さて、そのウォンの国の話なんですけども、立花紫苑さんという女性ですね、在韓国で、旦那さんが韓国人、という方で、向こうで子供を育てらっしゃる。方がですね、時々ですね、JB プレスに面白い原稿をお書きになってるんですけども、ニュージーンズの青い珊瑚礁にも自虐視観で反応する反日日本人を量産した日本というタイトルです。これはですね、20日の日に出てまして、まあどういうことかというとですね、青い珊瑚礁というのがですね、韓国のニュージーンズというですね、女性グループ、なんかスピードと似てるって書いてましたけど、僕よう知りませんけど、が、日本語で歌ってるんですね。で、その日本語で歌ってるのをですね、日本人が見てですね、あれは昔日本人がですね、日本語を強制したからそういうことを、そういう文化が残ってんじゃんみたいなことを、変な反応してる日本人いますねという話ですね。なんと言いますかね、この、要は、そういう自虐資産っていうのがありますね。日本って悪い国やと、悪いこといっぱいした国やというふうなですね、自虐資産っていうのがあって、これがまだまかり通ってるということをこうちょっと嘆いていらっしゃったりするんですね。で、その世の中には玄関本って山のようにありますけども、学術的なですね、韓国、朝鮮半島についてですね、こう学術的な論述をしている本のですね、大半はどっちかというとその自虐視観系なんですね。まあ、いわゆる左派系のですね、こう、あれ、こう、先生が書いている本が多くてですね、いまだにその日本のですね、文化系といいますか、ですね、社会科学系かな、社会科学系の学者さんっていうのは大半がですね、左翼系ですね。もうそんな時代ではないと思うんですけど、いまだにそうなんですよ。で、なぜそうかというとですね、やっぱり日本の大学の制度がそれをそうしてるんやと思うんですね。一つの研究室はですね、一人の教授がいてですね、その教授はですね、自分の弟子を育てて、自分の地位をこう引き継がせるんですね。で、日本で1960年代から70年代にかけても、左翼全盛の時代がありましたでしょう。その時に骨格が固まってるんですね。その左翼の先生がいてですね、その自分の左翼の教え、左翼的な教えをしてですね、でそれで、こう、弟子を育てて先生にすると。だからその60年代から考えたら今はもう3代目か4代目になってると思うんですけど、それが引き継がれているんですね。もうすっかり時代に合わなくなってるんですけどもでもですね、まあ左翼系の先生がいて左翼系の授業をしてる、講義をしてるんですよ。で、それを素直に受け入れる学生がいるわけでして、なんて言いますか、日本人って反省好きでしょ。だから自分たちの悪いところですね、にちゃんと光を当ててそこもしっかり見るんやというふうなことは妙にですね、それで自分がいいことをしているような気になるんですね。日本人のこの発想思想として反省大好きでしょ。僕ら反省せえって言われてさって知らんよ、俺は僕反省だから大嫌いですよほんまに。でですね、そういうふうにこうどう言いますかね、マゾヒズムみたいなものがあって、まあそれはむしろ自分はかっこいいことをしてるんやと、綺麗なことをしてるんやと、正しいことをしてるんやと思い込んでしまうわけでして、そうすることによってですね、ある思考停止に陥っているんですけども、自分が思考停止をしているということさえ気がつかないわけでして、でだからですね、素直な人ほどですね、そっちに侵されていくんですね。教えられた通りのこと、あの先生ああ言うたってもそれは正しいやろというふうに、そういうふうに思ってしまう。結構日本人素直な人も結構多いですからね
むしろ私のようにですね、大人の言うことを全部疑って聞いて、こいつはアホやからきっと間違ったこと言うてんちゃうかというふうに思いながら生きてきたのが私なんですね。で、相手のだから学校の先生って、今から思うとアホばっかりなんですね。ようあんなアホな先生方が学校の先生やってて、その中に俺もそれを教えてもらってたんやと思うとですね、それは恐ろしい。でもそれ今でもそうなんですよね。私も今の先生方の授業って時々ふっとこう聞く機会があったりしますよ。子供を育てていればそうなるでしょう。アホばっかりですよ。うわ、こいつアホやと思って。愕然としましたよ。その地元の公立中学校に行ってね、たまには来いって言われてあえて行ってですね、理科の授業をですねこう参観してたんですけどね、うわこいつアホやって、俺がこう代わりに行って教えだろうかぐらいのですね、そういう感じがしましたね。うわアホやと思いました。あのね、いやそうじゃない時もありますよ。もうちょっと賢いね偏差値がバカに高いところの授業も見ましたけど、そこは素晴らしかったですいやまあいやだから賢い人もいるんですけど、そうしてねその辺の公立の先生ってアホですね。一般レベル以下の人がですね言ってるんじゃないのかなという気がします。まあそれはいいんですけど、そういうふうにね、こう何も考えずにですね、先生の言うことを聞いてその通りやと思ってる人がまだ日本人の中のかなりの多数派ではないんかなという気がします。だから日本は昔ですね、朝鮮半島で悪いこといっぱいしたんやとですね、名前を奪ったんやとかですね、そういうことをですね頭の中に刷り込まれて、思考機能がない人っていうのはそのまんまずっと大人になっていきますからね。でだからですね、素直な人であるほどですね、その自虐士官というんですか、を受け入れやすいわけでして、そこでもう止まってしまってですね、もうそんな人と私も時々話をしますけど、もうそのね、無駄なんですよ。あ、そうですねって聞いても、その話題はしないことです。だってそれは無駄でしょ。それをね、私別に人の洗脳をね、研ぐのを仕事してるわけであるし、そんなことしたところで、言い争いになってですね、お互い嫌な雰囲気になるだけでしょ。そんなことする言われもないし、それでお金もらえるんやったら多少考えてもいいけど、そんな嫌な仕事嫌やね、やっぱし。もうお金もらえても嫌かな、やっぱし。めんどくさいよ、そんな、それでもちゃんと生きていけんねんからね。自虐資産の困って、なんて言いますかね、偏ったですね、考えで、僕からしたら誤った見方をしてても別にそう、何の支障もないわけですよ。別にそれで生きていけるわけですから、ええやん、それで生きていったらと思うだけです。世の中大半の人はそうちゃいますか。例えば朝鮮半島に生まれた人って、南も北もね、正しい歴史は教えてもらってないんですよ。中国もそうですけど、自分たちについての正しい歴史を教えてもらっていないわけですよ。でもそれでも何の支障もないわけでしょ。それで幸せな一生を送る人もいるわけでしょ。朝鮮半島の北側は少ないと思いますけど、南側であればですね、幸せな一生を送る人はいくらでもいるわけであってですね、歴史観が多少歪んでいようがですね、誤ったものを刷り込まれたままでいようが、あんな関係ないやつ。生きてけんねんもん。でしょ。で、いちいちそこでですね、なんて言いますかね、圧力を頭の中にいて、ね、なんていうかこうね、圧力を作る必要ないわけでして、まあ、勝手に生きてたらええやんというだけだって。なんで、結構多数派にいるんでね、こうやってこの立花さんも悩んでいらっしゃいますけどもですね、まあ悩んでもしゃあないんちゃうのというんで、自分の子供にね、ちゃんとしたも教育を受けさせたいと思ってらっしゃるようですけど、まあそれはね、まあそれはそうですけど、自分で本読む以外ないと思うんですよね。教育ってね、その学校で授業を聞くのなんてどうでしょう。大したことないと思いますよ。そう違って自分で学ぶわけですから。今 YouTube すごいやん今。いや僕もねあれ聞いてるんですよ。時々思い出したように佐藤幸男さんの世界史面白いわあれほんまに。いやあの人の見方がねすごいなと思って、理解の仕方がね、あこういう風に切り取って見てはんねんなすごいやんこれと思って、ようわかるわと思って、いや喋り方も面白いしね、キャラも面白いし、うわ楽しいと思って、いやなんて言いますか、大体のことは知ってるんですよ。知ってることをですねさらにこう聞いて、さらに理解できるやんという感じでですね、とっても楽しいですね。ああいうのがねただですよ、ただ佐藤幸男さんの世界史が。
あれタダで聞けるわけ、見れるわけですからね。別に学校に行く必要ないんよ、ほんまに。だから学びたい人はね、タダでね、いろんなこと学べるわけですよ、この YouTube で。だからええやん、別に。なんこんな子供の、教育なんか心配せんでもいいって。ちゃんとね、言語能力だけね、しっかりね、教え込めば、あとはご本人ですからね。はい。ということでですね、一応貼っときますね、ニュージーンズの青い珊瑚礁。日本語で歌おうが英語で歌おうが何関係ないやん。好きな言語で、あるいはプロであればですね、売れる言語で歌えばいいというだけの話でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。